すぐに発射してください。発射準備よし。よし、秒読み開始。10。4、3、2、1。あ、キャップ。ウルトラマンは怪獣を宇宙へ返しに行ったんだ。全てが終わったかに見える。しかしウルトラマンと怪獣との戦いはあまりに長すぎたのだ。ウルトラマンの太陽エネルギーはもうなくなり始めていたのである。ウルトラマンも無重力地帯までは登れなかったらしい。ちくしょう、ビートルにはやつを引っ張っていく力はねえしな。となるとやっぱりロケットしかねえな。ダメよ、ロケットじゃまた壊されるのがオチよ。一つだけ方法あります。なんだ？ロケットをウルトラマンにするんです。やつはウルトラマンが宇宙へ連れて行こうとしたことは知ってます。だからロケットをウルトラマンの格好にすれば。なるほど。よし、博士に頼んで大至急壊れたロケットを修繕してもらおう。そんなに恋しいの？怪獣墓場。どうやらロケットは治りました。ありがとうございました。ウルトラマンロケットの誕生ですね。よし、即刻怪獣をウルトラマンロケットへ誘導する。ビトル1号機には出なし、2号機には早く。藤君は地上へ私と一緒に残ってくれ。了解。ワイヤーの発射指令は地上から私が行う。了解。引っ張る。Yeah!
一瞬で決まります。秒読みなしで願います。総隊にはいつものような静かな日が帰った。それはパトロールに明け、パトロールに暮れる退屈な、しかし平和な毎日であった。怪獣墓場、どこへ行っても嫌われる怪獣たちにとって、平和で静かな毎日は墓場にしかないのだろうか。怪獣墓場、それは広大な宇宙の中の奇妙なる伝説の一つではないだろうか。